で。ちょっとあの旧ソビエト総領事館に行くよ。うん。もう最後は俺やな。厚生労働省、厚生省が慌ててんな。今のことに追いやってん。なんだよ、俺は国外追放に滑りやん。当時ハンガリーかな。外資みたいに、まあ、ダメやった。どうだよな、ハンガリーか。本来なら俺は10代でもう僕が痛い。無理やり戸籍と。どうだよ、聞こって。頼む。最近できたらしい。やっぱりなぁ。やぁ、分かった。第二次会議。どこに愛媛ナンバーしかないと思ったら、いやもう雰囲気かな。高知でだもん、買収したら。最低、最悪やな。何考えてるやん。中国人やったよ、これ。ああ、非日本系なんや。だから、今季の根血芸した。全く日本にはね。全然ないんや。そう。まあ、完全にな。コナンのように小さくさせられない。な、俺、行方不明になってた。多分3歳。生活から済ませたんだよ、日本は。おっかす。一斉に断交するほしい。うん、うん。あったのが残りだったね。もうすでに閉鎖されたから。うん。多くかなと思ったら JA の取り出し。分かった。もう無関係やった。俺も騙されたやつし。バレちゃうものになるさ。ボロンだけど、もう無視してくる。詐欺にあったらしいな。もう分裂する内戦があるって言ったよ。いいっすね。さあ、なんだ。今は青森に来たのか、やめましょう。
さあれやろ、何やつ溶け込んだっていうか、こういうことやろ。俺ハンガリーとローマニアルーマニアとどうや本決やってん、うん、じゃあおめえしてたんやろ、カナダとかこういうことやねえ、これの京都になると間に合わんねえさ。これでも遠いんや、高生成形で。ああ、
やったの広島新山港は放置してたの、まあ、ダメやったな、怖いなぁと支えが原因か、いつか俺があんなのにしちゃう単独で進化するって初めてやったよ。あれ前々変わったらしいなと思って経営する教室メンテナンスグループの会社員さんもルナバーグの幹部とかパワープレッティングがですね、ヨット前からスイッチしてない、全然もう乗ってない、その最悪やったらグループの人は乗ってない、あれ2年前できたんやろさ、出るやろってか、ゲームとしてことやんか、見たやんラチでした。これ多分後遺症やったやんさ、精神哲学やった、フェスティバルで議論された、あーニーヤンマニトップ看板撤去し始めた、多分もう二度と来ないよ俺、世界中を観光し始めたよ、もう観光さ要するに二度と来ない、知ったよ、あもう二度と来ないよ、サルコドにやった、日本は分裂しました、内戦なのに、もう水戸ナンバーも来るで避難してきたんやな、淡島めぐみのファンめぐみでした、冷たいと思って、びっくりしたね、来てる、全然やってなかった、官僚主義税金で運用されたのか、こんなに着服してたのか、なあ、こうあっちまった、俺でもダメやったんだ、もう退去になった、もういいよ、もうし未練はない、もう去ることになった、措置もするんだ、大変です、分かった、どうじゃよ、ね、こちらも増えんやって、この人も危ないし、最初の名古屋とはね、なんであんねんの、新大阪はね、何やんねん、携帯電話、スマートフォンなど、さらには国会の見て叩かれてる、お手回りに前とよくご確認の上、お乗り換えください。ああ、分裂したい、その上昇の影響を受けまして、現場線から北陸線の列車、直接会えばよかった、遅れや運転の影響となっておりました、お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしました、初めてお詫びを申し上げます、ご乗車ありがとうございました、終点の車です、お出口は左側です、ドアは自動
学者ばかりやったら全然言わない、はい、アメリカ関係なくて学者ばっかりやった何やってんオロンスキー大使も俺の軍人大使も呼ばんわ来たかな元気オロンスキー大統領大ヤバかはいやっぱ国外退去するのはテレマファリーさんもねフィーフィーさんも退去がどうりだよフィーフィーさん日本は知ってましたよさ見てましたよそこまで行って委員会とかよう出てたからねよう見てた本当に、うん全然埼玉、去年埼玉市長選挙、上位相手は訪問者23日、投開票初めて知った、全然入ってこないな全然入ってこないよ、さ上遮断遅かったよ、俺やってした、もう二度と来ないし、した当時のハンガリー社会主義ダメやったよ、身柄引き渡し法人はダメやったよ、遅かったよ、さとりあえず登録させられた本年やるの出力に対し今はね少年に入れてダメやってん一人手がいなかったんだ今の差別されてたんやさ立ち去ることになったアーメン長島由美さん差別されてたから道理なファイル罪もびっくりや本当に根血でも差別か本当にひどいわあれや優遇されてるもん全然違うかこの通り超えてあるやろ新幹線計画ですけど全然間に合って全然工事はいこれ北陸新幹線計画今年完成予定やって間に合ってないねこんなにな皆さんこっちのねゲート経由で乗り換え口で、ね、行く予定全然間に合ってないさ全然感染し遅れてたよ邪魔してたよ俺が、ね、入団、まあね、一等反対してバイバラ遠征前反対したんでな特急サンダーバーやっぱりそれか通りな分かったよ俺は高いか行くべきって去年の行くべきやったよ世界線もう遅かったってことで最初はにほっといてて西舞鶴でも分かる通りねあれになんと今日の最終らしいなあれになんともう間に合わんねえもう完全になっちゃう道理な取り消しの方法最低最悪やもう二度とか俺も詐欺にあったやんそう多額の年収資金払って鹿島梅なんですかまあ昔のことやもうさあ来たやんさあね佐藤へ安倍栄作の正体の全体俺も詐欺にあった被害者やったやんあれに、ね、天平って書いてねえひえみんな中川店長ねそう血まみれの状態木の元へ行ったよほんと全然これやろ絶対俺はもう立ち去ることになったらダメマジで直行で行くと思うもう去ることになった国際空港で立ち去ることになってもうおてだいたいベルガーバーグの幹部さんこのどうする気や二度と日本に来ないだいたい虎ノ門について、うん、1972年あぐっとやっちまったかお前らもそのお前最新らしいな本当なのか水井不動産どれなのによやっぱ俺の件でボイコットしたか三菱じゃあボイコットしたかうんボイコットしたセブンアイホールディングスの伊坂社長叩かれてるやんさあいつ全然地元あんないおかしいもうほっとけもう、うん、あい
詐欺やったから、本当に。通りな、本当に。猫まばしてたから、本当に。びっくりした、にこうした。すごいわ、あれ。1兆円か。補正予算追加しても、総額1兆円か。すごいな。俺は何よね。立ち去ることになった。もう見ねえもない。この二男だって知ったよ。そう。知ったよ。ああ、日本ね、各国、外交官。今、何、在留外国人見てるよ。さあ、もう、アメリカ立ち去るさあ、ありました。滝沢カレーね。全然いいんだ。もう立ち去ることって、そう。相手するよ。いや、レバーの方があるからな、もう立つ。ないです。ことや、もう。あんだけ圧力かけても、全然。俺は日本政府を麻痺させてもて。まさか税金で、びっくりや、あれ。消費税増税もおかしいと思って。まあ、か、んと。急にも、やっぱ TPP も FT。EPM 破棄されたから、どう？な。どう？おかしいと思って。破棄されたってことやな。メザーたち今 YouTube のプレイ、ね、確定申告あれ大会した意味やったやん。そうこんなんやもう、もう領収書やったやん。そうもう大したこと言ったやん。もうないってこと、もう。そいつに、皆さん、うん、知ってるやん、日本は。やっぱ、在欧州に。やっぱ、来て、知らんかったから、やっぱり、国交なかったら、そいつ。国交なかったらしいな、調べたら。終わりやん、もう。誰か知ってもって。三極か、あいつらか、と。あいつか。ブルやったからもう分裂してもだよ渋谷さん分裂したからもうこれ、ね、ヘリコプターで来たんかなと思ったらもうほっとけ俺の時と同じ措置でからほっとけヘリ税金かってどれ日本政府購入当然もたることになったもう二度と知ったよ出る二度とこだってだっこいして住みにくかった俺やったもう無理やってそうわざわざ前原まで行ってなしんか間に合わんかったやんサンダーバー吉本工芸あれ本社かあれよってそうエイベックスを破産するんやったどうなん俺は立ち去ることになった。いや、はい、もう。急にメールカリカリ来た。パクリすぎや、もう。ない、もう立つ。だ、あれ。とけ、とけ。あ、もう立ち去ることになって。そう、もう。もう立つ。はい、おい。はい、もうだよ、電子マネーも使えこっちだ、うんどうやって仕込む JR 仕込む、ずさんやったか放置してたんか、あれはずっと冷遇されて知ったね、大事全然なかった、だから宮崎大臣、去年圧力逮捕、警察だぜ警察沙汰にあったわ、本当に冗談じゃねえよ、ここ報道全然報道関係者来ちゃう最初は逮捕するなってことだよ、そっちも分かったかかないよ、死ねえお前二度と措置するな、まだ措置しな、同時爆破されるぞ叩かれてるぞ、今二度と全然礼儀無さ
まずはソビエト大使館もう下もうよしほっとけってこうソビエト通り過ぎた全然気づかなかったしてたからどうやらせやったらどうれないとかどうれどうれ皆さんもこう新しく買った服とかもうほっとけってくれもう俺も出す未練はないもう知ったやんようやくまさかこんなところにあったとはな、ソフィーあとちね、詐欺にあったやん、うん、はい、到着しましたはい、うん、これですね、ガルリン対じゃあね全体的に合ってるんやななんだ、こんなもあったやん、全然知らんわ、うん、こういうことでした、後ほど紹介する以上